接吻江戸川乱歩。何とも言えぬ暖かい柔らかいバラの、そして香りのいい空気が彼の身辺を包んでいた。それがお役所のぼろ机に座ってコツコツと仕事をしている時にでも、さては同じ机の上でアルミの弁当箱から四角い飯を食っている時にでも、四時が来るのを遅しと役所の門を飛び出して柳の街路樹の下を木枯らしのように手くついている時にでも、いつも彼の身辺にふわふわと漂っているのであった。というのは、山名宗蔵、この一月ばかり前に新妻を迎えたので、しかもそれが彼の恋女房であったので。さて、ある日のこと、例の四時を合図に、まるで授業の済んだ小学生のように帰り急ぎをして、課長の村山がまだ机の上をごてごてと片付けているのを尻目にかけて役所を駆け出すと、彼は毎日文字に自宅へと急ぐのであった。赤い手柄のお花は例の茶の間の長火鉢にもたれて、ちゃんと用意のできたお膳の前にくつくつと笑いながらぽっつりと座っていることであろう。なんてお花はよく笑う女だ。玄関の格子が開いたら、うさぎのように飛び出す用意をしながら、今か今かと俺の帰りを待っていることであろう。へへ、なんてまあかわいい女だろう。そんなふうにはっきり考えたわけではないが、山名宗蔵のみちみちの心持ちを図解すると、まあこういったものであった。今日は一つやっこさん脅かしてやるかな。自宅の門前に近づくと、宗蔵はニヤニヤ一人笑いを浮かべながら考えた。そこで抜き足差し足、そろりそろりと格子戸を開けて、玄関の障子を開けて、靴を脱ぐのも音のせぬように注意しながら、いきなり茶の間の前まで忍び込んだ。ここいらでえへんと咳払いでもするかな。いや待て待て、やつ一人でいる時にはどんな格好をしているか、ちょっと隙見をしてやれ。で、障子の破れから茶の間の中を覗いてみると、さあ大変、山名宗蔵青くなって硬直した。というのは、そこにいとも不思議な光景が演じられていたからで。想像通り、お花はちゃんと長火鉢の前に座っている。布巾をかけたお膳も出ているが、肝心のお花は決してくつくつ笑ってはいないのだ。それどころか、世にも真面目な様子で泣いているのではないかと思うほどの緊張ぶりで、一枚の写真を持って接吻したり抱きしめたり、それはそれは見ちゃいられないのであった。さてはと、山名宗蔵ぎくりと思い至るところがあったので、もう胸は早金をつくようだ。そっと二三畳後帰りをすると、
今度はどしどしと畳ざわりも荒々しく、がらりと間の障子を引き開けて、おい、今帰った。なぜ出迎えないのだと言わぬばかりに、そこの長火鉢の向こう側へどっかり座ったことである。あら。一声叫ぶや否や、手に持っていた写真をいきなり帯の間へ隠すと、お花は赤くなったり青くなったり、へどもどしながら、でもやっと気を静めて、まあ、私ちっとも存じませんで、ごめんなさいまし。その嫌にしとやかな口の聞き方からして、食わせ者だ。想像そう思った。それに、あの写真を隠したところを見ると、てっきりそうと決まった。障子を開けるまでは、もしや自分の写真ではあるまいか、と一方では大いにうぬぼれていたものだが、写真を隠して青くなった様子では、無論自分のではない。きっと、キャツの写真に相違ない。あの花鳥の村山面の。と想像が疑念を抱くには、抱くだけの理由があった。新妻のお花は花鳥村山の桃園のもので、長らく彼の家に寄遇していたのを、縁あって想像がもらい受けたのだ。売借は言うまでもなく課長さんである。課長さんといっても年配は想像とさして違わぬ年若だし、奥さんはあっても評判の不器量者。疑い出せば何が何だか知れたものではないのである。想像、てえよくおくだりちょうだいに及んだのか、それも今となっては怪しいものなのである。それにもう一つおかしいのはお花のやつ。しげしげと村山家を訪れる一件だ。まだ一月にしかならぬに、想像が知っているだけでも四五遍は言っている。時には夜に行って帰ったこともあるくらいだ。いろいろと考えるに従って、もう尺で尺で、想像は胸がはち切れそうだ。彼がまた大の焼きもち焼きと来ているので、が、まず触らぬ体で夕食を済ませると、いつものように冗談口を聞き合うでもなく、そうかと言って写真の正体を極めぬ間は、書斎に閉じこもるわけにもいかず、双方妙に気まずくにらみ合いといった形。それは一体誰の写真だ、と、たびたび喉元までこみ上げてくるのをやっと噛み殺して、想像はじっとお花の挙動を監視している。やきもち焼きだけになかなか陰険な方で、彼のつもりでは床へ着くときにはきっとあの写真をどこかへしまうだろう。それを見極めておいて、後から探し出してやろうという気だ。やがて、お花はだんまりで立ち上がると、こそこそと、どこかへ出て行った。はばかりとは方角が違う。どうやら何度らしい。想像自身は見る影もない腰弁だけれど、家だけは、親父が御家人だったので、古いが手広な何度なんていうものもある。じゃあ、タンスへでもしまうつもりかな、
タンスといってもいくつもあるから、後になってからはわからない。ともかく、お花の後をつけてみるにしくはない。で、想像、そっと立ち上がると、女房の後から影のようについていった。案の定何度だ。今入ったばかりのところで、まだタンスの錠前をガチャガチャ言わせている。一体どのタンスのどの引き出しへしまうのかと、格子の障子の破れに目を当てて、そっと覗いてみると、何しろ二軒兼用の五色の伝統だから、それに障子の穴がやっと片目だけの大きさなので、見当をつけるのがなかなか骨だったが、でも、ともかく、入り口から行って正面のタンスの上の小引き出しの左の端ということだけは分かった。お花の後ろ姿はそこへ一物を投げ込むと、ビシャンと閉めて大急ぎでこちらへやってきそうな様子。見られては一大事と想像を元の茶の間へ逃げ帰ると、敷島を一本つけるが早いか口へ持っていって、すぱりすぱりと済ました。それからご両人、にらみ合いよろしくあって、だがそうしていても際限がないので、どちらが口を切るともなく砂を噛むような世間話を二口三口取り交わしているうちにやがて九時だ。想像思惑があるのでいつもよりも少し早いのだが早速床に着く。さてその真夜中お花の寝息を伺ってこれなら大丈夫と思ったか、想像むっくり起き上がって寝巻きの前をかき合わせると、そろりそろりと寝間の外へ忍び出した。行く先は言うまでもなく何度だ。やっとたどり着いて酔いに見当をつけておいた。正面のタンスの上の、一番上の小引き出し、胸をドキドキさせながら開いてみると、あったあった、邪水ではなかった。十数枚の大きいのや小さいのや、写真の重ねてある一番上に、花鳥の村山の半身像が嫌に澄まして乗っかっている。でも念のために震える手先に力を入れてその一枚一枚を調べてみたが男のものといっては村山のただ一枚であとはみんなお花の家庭の写真ばかりだ。もうもう疑う余地はない。そうと決まった。うぬ、どうしてくれるか。悔しいのと寒いので、想像ガタガタと身を震わせて、歯ぎしりを噛んだ。その翌日、物も言わず、お花の差し出す弁当箱をひったくると、想像やけに急いで役所へ出勤したが、同僚の顔を見ても尺でしようがない。はした月給をもらってあの課長面にペコついているかと思うとどいつもこいつも片っ端から殴り倒してやりたいような気がする。挨拶もしないで席に着くとむーっと黙り込んだまま嫌にじばしった目でまだ出勤しない課長の机をにらみつけた。やがて粋な背広の課長さんが大きな折りかばんを小脇にご出勤だ。
一同自席から敬礼するのを軽く受けて席に着く。カバンがバタンと机の上で鳴る。想像は無論礼なんかしない。焼くような目で睨んでいるばかりだ。村山課長、人あたり机の上の整理が済むと、えへんと一概して、表紙の悪い。村山君、ちょっと。という仰せだ。想像はよっぽど返事をしないでいようかと思ったが、まさかそうもならず、しぶしぶ席を立って課長の机の前まで行った。もっとも何か御用でなんて追証は言わない。むっつりとして突っ立っている。だが課長の方では何も知らないものだから、いつもの通りお小言が始まる。君、この統計は困るね。肝心の平均率が出ていないじゃないか。え、君。見るとなるほど、こちらの手落ちだ。平勢なら一言もなく引き下がるところだが、今日はそうはいかない。虫の居どころが違う。返事もしないでぐっと相手をにらみつけている。君はこの統計を何だと思っているのだ？ご丁寧に統計を並べたりして、そんなものはいらないのだ。平均率が必要なんだ。そのくらいのこと分かりそうなものだね。そうですか。想像いきなりびっくりするような大声で怒鳴ると、さっと書類をひったくって、そのまま自席へ戻ってきた。これからみっしり暇つぶしのお説教を始めるつもりの課長さん、目をパチクリ。さて、自席に戻ると、想像なんだか一生懸命書き出した。首相にも統計を訂正するのかと見ると、決してそうではない。白紙一枚広げると、太筆にまず書いたのが、辞職願い。面食らった課長の前に小学生のお誓書のような大文字の辞表を投げつけてぐっと留飲を下げた想像は、まだ午前11時というに大手を振って帰ってきた。お花、ちょっとここへおいで。例の長火鉢の前へどっかりと座ると、さて、これから一談判だ。昨夜のことがあるので、お花はもうびくびくもの。あら、お帰りなさいまし。どっかお加減でも。いや、体は別状ない。僕は今日から役所をよす。そのつもりでいてくれ。それから役所をよしたわけは、あの村山と衝突したからだ。だから今日以後、村山家へ出入りすることはふっつりやめてもらいたい。これは断じて守ってくれないと困る。まあ、と言ったが二の句が告げない。あ、それから。と何気なく。お前は村山の写真を持っているはずだね。あれをちょっとここへ持っておいで。夫の剣幕がひどいので拒むわけにもいかぬ。お花はしぶしぶ例の写真を持ってくる。想像はそれをお花の目の前でさも肉肉しくズタズタに引き裂くと火鉢の中へくべてしまった。そしてやっとこれで清々したという顔つきだ。こうまでされてはお花とて悟らないわけにはいかぬ。さてはあの一件だな、とどうやら様子がわかった。そこでともかくも夫の口からそれを聞いた上のことと、こうなると女というものは
手札のあるもので拗ねてみたり泣いてみたり、種々さまざまの手段を尽くして、結局隙見の一件を白状させてしまった。どうだ、これには一言もあるまい。写真をしまったところまで調べ上げてあるのだから、なんといってもこっちに手抜かりはないはずだ。想像勝利者の腕組みでぐっと落ち着いてお花の様子を眺めている。するとお花、いきなりわっと泣き伏しでもするかと思いきや、どうしてどうして、想像があっけに取られたことには、やにわにくつくつと笑い出したのである。まあ何かと思えばあなた、あんまりですわ、村山さんと私とあなたもずいぶん邪推深い方ね。あの写真、あれは、あれは、あの、あなたのお写真でしたのよ。と言ったかと思うと、お花いきなり赤くなって顔を隠すのであった。僕の写真だって、バカな。うまくごまかそうと思ってもそれはダメだ。ちゃんと何度へ尾行してしまうところをにらんでおいたんだからな。あの引き出しには村山の写真のほかには僕の写真はおろか男のは一枚もありやしないじゃないか。ですからなお変ですわ。そんなたくさん写真があったなんて、きっとあなたは寝ぼけていらしったのよ。あなたのお写真は一枚だけ大切に引き出しの中の手文庫にしまってあるのですもの。一体あなたのご覧なすったという引き出しはどれですの？あの正面のタンスの上の左の端の小引き出しさ。あら、正面ですって？まあおかしい。私が昨夜あなたのお写真をしまったのは左側のタンスでしたのよ。タンスは上の左の端のですけれど、まるでタンスが違いますわ。そんなはずはない。やっぱりお前はごまかそうと思っているのだ。僕は小さな障子の穴から覗いたのだから、左側のタンスなぞ第一見える道理がないのだ。なんと言っても正面だ。いくら急いでいたとはいえ、正面と左側とまるで方向の違うものを間違えるはずはない。おかしいですわね。おかしくはない。お前は照れ隠しにそんなでたらめを言っているのだ。つまらない真似はいい加減によさないか。だって。だってじゃない。なんと言っても僕の目に間違いはない。妙な押し問答になってきた。夫は部屋の正面の壁に沿って置かれたタンスだと言い、妻は左側面の壁に沿って置かれたそれだと主張する。両人の言い分の間には90度の差異がある。あ、わかりましたわ。突然お花が叫んだ。あなた、まあこちらへ来てごらんなさいまし。わかりました、わかりました。むやみに袖を引っ張るので想像しようことなしについていくと、それは何度だ。これこれ、あなた、これに違いありませんわ。そこでお花がそう言って指さしたのは、一個の新しい洋服ダンス。去年の暮れ、臨時手当に据え置き貯金の利息を足して買い整えた新式洋服ダンス。
それが一体どうしたというのであろう。お分かりになりまして。ほら、この扉についている鏡ですよ。この鏡が開いていて、ちょうど障子の穴の前に来ていたのですよ。ですから、正面のタンスが隠れて、とんでもない左側のタンスが映って、それがちょうど正面にあるように見えたのですよ。なるほど。洋服ダンスの扉の鏡が、障子の穴の前に45度の角度で開いていたとすれば、そこへ映った左側のものが真正面に見えたはずだ。二つのタンスの形もよく似ているので、間違うのは無理ではない。ことに薄暗い電灯の光で、しかも大急ぎで見たのだもの、こいつは俺のしくじりかな。想像あまりのことにがっかりした。他人の写真だと早合点したのはとんだ間違いで、お花は想像恋しさのあまり、彼想像の写真に接吻したり抱きしめたりしていたのだとすると、こんなひどい間違いはない。続々と嬉しがっているべき場合に、見当違いの感触を立てて、取り返しのつかぬ辞表まで書いたとは。さあそこで、主客転倒である。一挙にして体勢を挽回したお花は、今度こそ本当に泣き出した。お役所をよして、明日から何とするつもりだ。この不景気に、すぐさま口があるではなし。そうかと言って、遊んで食える身分でもなし。あなたもあんまり向こう見ずだ。それに、私が村山家へ出入りすると言って、怒りなさるけれど、これもみんなあなたに出世させたいばかりじゃありませんか。誰があんなうち、進んでいきたいことがあるものですか。人の気も知らないで。と言って恨む演じる嘆く、それはそれは山な想像、今は一言もない。そればかりか、さしずめこれからの身の振り方に高知果てた。すまじきものは嫉妬だな。彼はつくづく感じたことである。だが読者諸君、男というものは少々陰険に見えても、根性はあくまでお人よしにできているものだ。そして女というものは、表面何も知らない年々のようであっても、心の底には生まれつき陰険が救っているものだ。このお花だって、お話の表面に現れただけの女だかどうだか、はなはだ疑わしいものである。もしも例の鏡のトリックが彼女の創作であったとしたらどうだ。そして彼女が接吻し抱きしめたのは、やっぱり村山課長の写真であったとしたらどうだ。それはともかく、男である山な想像には、そこまで邪推をたくましくする陰険さはなかったのである。いかがでしたでしょうか。果たしてお花は浮気をしていたのか、それとも何もなかったのか。
そのトリックは本当にお花が考えたトリックだったのか、皆さんはどう思われたでしょうか。それではまた次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。